チュートリアルの回収、サポーターの選出ロジック回収など、いろいろと取り組んでまいりましたが、すでに回収済みの機能も含めて、まだまだ回収が足りていないところもたくさんあるので、ユーザーの皆様のご意見も参考にしつつ、引き続きさらなるアップデートや調整を行っていきたいと考えております。今後もアンケートへのご協力や SNS でのコメントなどでご意見いただけると大変嬉しいです。最後に皆様お待ちかねのホリデーに向けた新イベントの紹介です。なんと劇場版連動キャンペーン第3弾を開催します。そして鋭いユーザー様はすでに予想されていたのではないでしょうか。映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーローに登場したピッコロ潜在能力解放アルティメットソンご飯がついにドッカンフェスに登場します。早速キャラクターイラストをお見せしましょう。こちらピッコロ潜在能力解放アルティメットソンご飯がそれぞれ LR まで覚醒したイラストです。映画で登場した時の感動をドッカンバトルでももう一度お届けしたく、こちらのイラストはかなり気合を入れて制作いたしました。ピッコロ潜在能力解放アルティメットソンご飯はダブルドッカンフェスの目玉キャラクターとしてそれぞれピックアップを予定しております。詳細はアプリ内のお知らせで告知を予定しておりますので楽しみにお待ちください。キャラクターの登場を記念した PV 必殺技演出性能については今後 SNS で随時公開予定となっております。皆さん公式 Facebook、Twitter、Instagram のフォローをお忘れなく。今回のプロデューサーレターは以上です。